さ。花の蜜を吸って暮らしている昆虫の中には紫外線を感知できる種が少なくない。大多数のガ、そしてモンシロチョウを含むシロチョウ科のチョウなどが知られているが、最も紫外線を活用している昆虫はミツバチと言えるだろう。花弁の外側にはカロテノイドが多く含まれ、中心部はフラボノイドが多く含まれる。カロテノイドは紫外線を反射し、フラボノイドは吸収するため、紫外線を感知できるミツバチは花の外側と中心部は違う色に見えるのだ。花粉もフラボノイドに富み、紫外線をよく吸収する。ミツバチは花びらだけでなく花粉が残っているか否かも判断し、蜜と花粉を集める。この様子は簡単な紫外線透過フィルターを使用するだけで確かめることができる。肉眼では同じ色に見える花でも、花弁の外側が明るく中心部が暗く見えてくる。デジタル処理で紫外線領域を着色すると、この差はより分かりやすくなる。実際にミツバチが紫外線を何色として見ているのかは不明だが、葉や茎と比べて際立って違う色に見えていることは間違いない。花びらが横向きに開き、おしべは上向きに咲くツツジでは、おしべの向く方向の花びらだけに紫外線吸収域がある。紫外線はミツバチと植物のコミュニケーション手段なのだ。花粉の有無など近い距離は視覚で判断していると思われるが、上空から花を見つける力は紫外線視力よりも他の力の方が大きいのかもしれない。その候補の一つに嗅覚が挙げられる。犬や豚など優れた嗅覚を持つ動物は鼻腔も大きい。しかしミツバチはこの小さな体で犬よりも高い嗅覚力を有する。もしかしたらミツバチは我々が知らない形の匂いセンサーを持っているのかもしれない。人間にとって驚異的な視覚と嗅覚を有するミツバチは、この世界をどのように観察し学習していったのだろうか。人類にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先にいつも。堀場製作所。